お主は今日からわしのペットじゃ。お姉さま、プールのお掃除は濡れても平気な水着の方がよろしくなくて。はいはい、質問があったら教えますわよ。良い質問出す。例えばこう。あの日わしは屋上で全てを見ていたでの。私の人生観的には嫌いと言われたら大体 OK ということです。黒子、道理で日本語が通じないと思ったわ。しかも全然違ってるし。ほわーい。おいお主、何をニヤニヤしておる。やっぱりわしがこれなのにうつを抜かすのがおかしいか。お主たぼかったな。この全身メッシュなボディストッキングも。女には時として目標にならなければならない時がありますのよ。お姉様がそんなにも黒子のことを思ってくださったなんて。黒子はもうどうにかなってしまいそう。お客様。お姉様、申し訳ありませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。お姉様の愛の無知、とってもいいわ。いいから、返せ、返しなさいよ。嫌ですよ、って言ってんのよ。まだ言うか。見なかったことにしましょう。そうですね。